体勢を立て直すか。なあ、あの昇降機、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。戦闘は危険よ。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。通りで。よし、行くぞ。いよいよスルド・ビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。
腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険、まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか。ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。ビエゾか。ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも。まさか。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。ルスッドがスルドの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダラを解放する。おざくな、顔もないドレイフ勢が。はずかないわ。下げろ。いい加減にしろ。治癒の術よ、ファーストエイド。くっせい。リセック嵐どこだ。ほら、アイストルネード。でも空中では隙だらけよ。やつが飛んだら撃ち落とすわ。逃げる、追うのよ。
スルドが奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。
壊せる。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。アルフェ。俺の名はアルフェンだ。炎、炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい、俺を呼ぶ悲しげな声、俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ、俺たちが駆けつけた時お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだお前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したといっても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門、ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。